どうもシルクロードです。今回記録に挑戦したいと思います。その記録とは、どうも品川庄司さんの1週間の腕立て回数6142回という保持記録。まあこれがね、公式のものなのか何なのかよく分かんないんですけど、とりあえず記録と呼ばれるものは超えたい主義です。まあ6142回、まあ多分お察しの通り、なかなかのすごい数です。すごい数だと思います。まあめっきりね、胸筋のトレーニングとかはまあそんなにしなくなっちゃったんですけどね。まあペース配分はようよう考えてって感じですね。月曜日になった瞬間ですね、月曜日になった瞬間からもう始めます、もう本気で超えに行きます。勝手な挑戦状ですが、頑張るぞ。あー負けへんで。12時、行きます。100クリア、飛ばす。これ胸も鍛えられるんですけど、当然後ろも鍛えられるんでありがたい。行くぞい。これ肘をね、ここでこうやるよりマックスに落としてこうやった方が辛いんで、僕はこっちを取ります。全部伸びきるには到底1000回なんか無理なんで、はい。なのでなるべく低めの辛い体勢でこう跳ねるような腕立てをしたいと思います。フォームを気にしてるほど余裕がない、ごめんなさい。ああ、辛い。痛い。胸に響く。さあ、400。こんちゅー。うわぁ、まだ2月3日マンデー、わかりますか。まだ1日経ってないです。てか1日目なんです。1日目ですね。とうとうもう1000回を超え、これからまあ初日にガンガン飛ばせば後半まあ楽になるかなと思って、じゃあ行きましょう。もうね、体重も支えられないぐらいやばいっす今だけど、意地と気合で支える。行くぜ。
やべ、起き上がれる。気合の現れ。髪を切りました。レディーゴー。昨日の1200回ぐらいの筋肉痛が残ってます。胸と後ろと。やばいっす。めっちゃ辛いっす、このチャレンジは。あー、しんどい。で、同時にジャンプトレーニングとここの腹筋のトレーニングをしているんで、なお辛いっす。うん、ジャンプトレーニングの成果もあって足もいい感じっすね。つらい。2日目終了。2200回です、今。しんど。500。3日目の俺はちげえぞ、こら。OK、 3000回。4日です。この腕をね、伸ばすのも曲げるのも痛いです。ただ、今、折り返し地点となっております。今の回数は、まだ今日1回もやってないので3000回です。なので今日1000回やれば4000回。ね、きちんと曲げ、ね、手伸ばせとか、多分、いや僕も思います。伸ばしたいです、ぶっちゃけ。はい。ですけど、伸ばすと痛い。縮めても痛い。だから、まあどっちもちょっと痛くなったらやめるぐらいなんで、沈みが甘いかもしれませんが、ごめんなさい、ご了承ください。痛くても頑張ります。まあでも開始した時より少しは持久力ついてんじゃないかな。筋持久力が。何よりメンタル的に強くなったのが一番かな。250。さっき250だと思ってね、ちゃんと動画見返して1からずっと3回数えたんだけど、283回でした。やっぱこうやってね、動画見直して回数ね、見直さないとね、回数のサバ読みだけはしないっす。絶対にしない。もうなんか負けた気になるからね。5日目始めていきたいと思います。
5日目、ちゃんと数えたら950回でした。前回の4日目の4000回とこの5日目の950回ですね。4日までの分の4000回と5日目の950回で4950回です。4950回、とりあえず5000回に行こう。おまずな、まあまず50回、よし、これもうね、まあ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 まだです、まあまあまあ、普通に準備運動みたいな。あ、6日、今日6日目だ、多分6日目だ、うん、明日でラストだから、月曜から始めたから明日日曜だから、そうだね、よしよし、記録係回せるぜ。はい、5200あたりからめっちゃ辛くなってくるんだ。そうそうそう、こういく、あちっ、もう250やってんだけどこれ。あ、いや、抜けよ。あの、今、雪なんで、今、3、4枚来てるかな、今。うむ、46回くらいでしたか、今。ああ、今46。待てよ、今46だろ。46だよ。4枚くらい。4枚くらい。はい。見た目で軽くなったし、なんか。これ、フードがないとね、やっぱね。1300到達。よし。5300。やっぱね、メンバーがいるとね、いないと違うわ。うわぁ、もう行くぞ。土曜日、2月、はぁ、あ、2月8日今日。そう、8日、うん、2月8日ね、月曜日だから、2月の2日から、あ、違う、3日から始めてるわけだから、うわぁ、あと1回、あと1回。ほらほら、うわぁ、あと4回で、あと4回、 OK、 はい、あ、あ、あ、くそ、待って、開かない、開かない、うわぁ、あと2回でございます、うわ、はい、うわ、あと2回で50回、うわぁ、うわぁ、うわぁ、何回は？今39回でございます。ねえ、もう一丁。うわ、はい、50。時間これね。雪ね、こんなにもう。もうこんな寒さないから今。残り442。お疲れ様です。1週間腕立てチャレンジ、6142回をね、という記録が、まあ、品川庄司の庄司智春さんが持ってたわけなんですけど、それを超えたいと1週間頑張ったところ、今最後ラストデイですね、最後の日に今6124回を超えて、見えるかな、6000、ここですね、6200回目です。いやー、いろいろと記録しましたよ。記録は超えることができました。なんでまだまだ時間はあるんですけど、まあやることが一応僕にもあるので、それを終わらせてまだ、続けられそうであったら、どんどん記録を更新していきたいとは思います。ということで一旦ね、まあ、記録は超えたということでここで締めさせていただきます。本当に疲れました。めっちゃ辛かったです。はい、メンタル的にも結構辛かったです。やればできるということがまあ分かったので、途中ね、まあいろいろとトラブルがあったんですけど、腕が曲がんなくなったり、ちょっと浅めになったりした時もあるんですけど、一応あれも腕立てには入るので、まあ回数に入れさせてもらいました。こんなこと言うのもなんなんですけど、別枠でね、結構アングルミスとかもあったんですけど、この辺しか映らないとか、実はミスで、ミステイクみたいな感じで、腕立て今6200回なんですけど、400回は多分カメラに収まってなくて、バツっていう形になったので、
実際はもうちょっといっていると思います。ですけどね、まあ僕が正式に、まあ僕がね、それを除くと、その数はいらないと思って、とりあえず、まあアングルに多少なりとも映ってる時ね、を数えたら、まあ今6200回と、うん、とりあえず目的の記録を越してよかったです。応援してくれた方いたとしたらありがとうございます。これからもシルクロード元井ね、フィッシャーズをよろしくお願いします。これからもいろんなチャレンジしていきたいと思います。では超えたぜ、アデュー。